ほら、入れ。写真とかテレビで。じゃあ、ご一緒にお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、おめでとう。はい、おめでとう。まあ、こんなことって本当にあるんだなっていう感想ですね、やっぱり。よくテレビとかでよく見ますけど、まさか自分がなるとはっていう感じで、はい、来てよかったなって感じ。はい、図書館はよく使っておりますね。はい、やっぱこの時期だと涼しいので、宿題しにとあと本を何冊か借りてと夏休みの、はい、読書にあって。本は好きですか？いや、ちょっと嫌い。本は好きですか？だって好きです。この図書館はですね、約2年前に新しく建設されまして、ふんだんに木材の方を使っておるんですけれども、これほぼすべて高畑町さんの杉材を使って建設しているところです。で、木のぬくもりを基調にしまして、皆さんがゆったりくつろげるような空間にしたいと思って、図書、絵本などを揃えまして皆さんに提供しているところでございます。来館者の方も10万人ということで、皆さんに利用していただいて大変幸せに思っております。